この作品はアメリカでも開幕時から非常に大きな衝撃を与えた作品で賛否両論があったと聞いていますですがまずは若者から圧倒的な支持を受けその輪を広げていって2007年6月にはトニー賞を8部門で受賞するという大きな評価も得たわけです。 新新ししいい時代の新しい作品、ミュージカル、春の目覚めにぜひご期待ください。脚本を手掛けられましたスティーブン・セーターさんが、なぜこの春の目覚めを制作しようとしたのか、その原点には、10年前に実際に起きましたコロラド州コロンバイン高校での銃の乱射事件があったと伺っております。若者たちが抱える悩み、 それから心の闇といったものに対して今の大人たちがどうしたらその救いの手を差し伸べることができるのかこれがこの作品の契機になったということですこの作品にはセックス妊娠中絶同性愛などの要素が正面から取り上げられておりましたので発表当時大変な衝撃作として話題を呼びました 原作同様物語の舞台は100年以上前のドイツの社会に設定されております大変閉鎖的で封建的な社会が描かれております親や教師たちに抑圧された子どもたちが自分の心の内面に抱える悩みや問題を訴えかける場面というのが登場するんですがこの作品の非常に特徴的な部分はそこにロック音楽の要素を取り入れたことです 少年たちの心の叫びをロックを基調としたナンバーに乗せることによってこの若者のエネルギー魂の叫びといったものがよりダイレクトに観客席に伝わるようになったわけです今回日本で上演するにあたってやはり若くて素晴らしい才能とエネルギーに満ちあふれた俳優たちが集められました。ロンドンドのようににあるいははそれ以上に稽古場は 熱気で満ち溢れててていいいますぜひ楽ししみにしていてくださいロンドンでの稽古見学を終えまして帰国後すぐに日本版春の目覚めオーディションを行いました現在約30名のキャスト候補者と稽古を進めております今週からは、えー、オリジナルのクリエイティブスタッフであるキンバリーをお迎えして音楽稽古が始まりましたこれまで約1ヶ月間稽古を進めてまいりましたが いよいよこれから本格化してまいります。一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。 And melodic music gives a universal voice to this younger generation with the hope to stimulate a dialogue between adolescents and their parents and teachers. It is my hope that Japan will embrace String Awakening and join us in celebrating the spirit of young people, teenagers, with their trials and their triumphs. Thank you.